姿勢制御システムは宇宙船のサブシステムの一種である。その目的は姿勢制御と操縦である。RCS は任意の方向に若干の推力を与えることができる。また機体の回転を制御するトルクを発生する。主エンジンが一つの方向にしか噴射できないのとは対照的であるが、もちろん主エンジンの方が強力である。RCS は 大小のスラスターを組み合わせて構成され、複数のスラスターを同時に噴射することで様々な方向への推力を得る。姿勢制御システムが使われるのは次のような場合である。宇宙船に搭載される燃料は限られており、補給できる可能性も少ないため、燃料をなるべく消費しない姿勢制御システムも開発されてきた。対地同期軌道の軌道維持には、 DC アークジェット、イオンスラスター、ホールスラスターといった、高飛水力の電気推進が使われることもある。方向制御に、モーメンタムホイールが使われた例もある。アポロ月ズ機着陸船の RCS ブロックスペースシャトルのノーズ部にある、RCS スラスター軍整備のために取り外された、オムズ機体速度を変化させる変換スラスターの配置には、機体の向きや回転を変更する。 方向転換スラスターにはない重要な制約がある。変換スラスターの噴射方向の直線が機体の重心を通るようになっていないと、その機体は噴射によって回転を始めてしまう。好ましくない回転を始めた機体で自動的にスラスターを噴射して回転を止めるという方式を採用した例はなく、手動での制御が必要である。このような制約があるため、変換スラスターは 方向転換スラスターに比べて配置できる位置が限られている。アポロ計画の指令、機械船と月着陸船には外部ブロックとしてグループ化された4つの変換スラスター群があり、速度変更や方向転換に使われていた。他にもその2つの役目を別々のスラスター群で行う設計もある。マーキュリー計画とジェミニ計画では、 先端部に二つのノズルのグループがあり、噴射ガスが外部に排気されるスロットが切られていた。これらのスラスターは、再突入ロケットや他のモジュールを投棄した後にのみ、使われ、再突入時の姿勢制御にのみ使われるもので、速度を制御することはできない。同様に、アポロとソユーズの指令船では、スラスターはグループ化されていない。ジェミニとソユーズでは、 一体の変換スラスターが後部に配置されていた。また、重心付近に同様の体の反動スラスターがあり、前方と外側を向いていた。これらは宇宙船が回転するのを防ぐよう体で作動する。横方向のスラスターも重心付近に配置されているが、ジェミニでは各方向に一つのエンジンしかなく、ソユーズはこれも体で配置していた。これらのエンジンは、 方向制御を意図したものではない。その用途にはジェミニもソユーズも機体後部にエンジンを持っている。ジェミニは相対的に質量が小さくスラスターだけで軌道を変更可能であった。ソユーズの後部には太陽電池パネルと平行な方向にスラスターが配置されていた。このスラスターは太陽電池パネルが太陽の方向を向くように制御するのに使われた。 このスラスターがないと、コンピュータが常に、パネルの方向を制御する必要があった。機体の回転は、逆側のスラスターを使って制御される。X-15 や NF-104A は、航空機としての制御が不可能な高度にまで、到達するため、宇宙での運用を意図していない翼付きの乗り物の、ためのスラスターの配置を基本的に確立した。すなわち、これらは、 姿勢制御スラスターしか持たない。縦揺れと、片揺れ用のスラスターは機種に配置されていた。横揺れ用スラスターは翼端に配置されていた。X-20 でもこのパターンが踏襲された。スペースシャトルでは、これらよりも多数のスラスターが配置され、軌道上でのランデブーに使われている。機体下面は、耐熱タイルが敷き詰められているため、機体の下方向を向いたノズルはない。 後方を向いたスラスターはビブに設置されたオービタルマニューベリングシステムにある。ありがとうございます。